それはまだ開いてないです。太陽チャンネル。はい、じゃあ、まゆちゃんです。で、太陽です。おいしい。サンドイッチです。はい、ということで、本日はですね、鬼滅の刃、ロングステッカーガムの方を、あ、なんと、7個もゲットすることができたんで、で、こちらの一袋の中にステッカーが3枚入ってるんだって。で、種類は全32種類となってます。ね、なんで1箱だと48枚ゲットできるからね。まあ2箱あればフルコンプできるんじゃないかというところで、フルコンプ目指して頑張りましょう。頑張っていきましょう。ちなみにね、ラインナップはボックスの裏側にね、全部載ってますからね、番号が振ってある。はい、ということでサムネ撮ったところで1人約10枚ずつぐらいは開封できるからね。はい、はい、はい、行くよ。あ、ちょっとほら、たまこさん、いのすけ、いのすけ、じゃん、ねずこ、ねずこ、出たわ、キラキラしてるわ。みつみちゃん、炭治郎、いくぞ炭治郎。ほら、番号がナンバー24とか。炭治郎がこれナンバー1。あ、わかった。炭治郎、翼の炭治郎、翼の炭治郎、見て、ダブってる。なんかね、この裏、あのビックリマン思い出すわ。これはまだ開いてないです。ダブった？お母さん、ダブってね。これいいな、この感じ。お母さん、もう一回やって。あ、煉獄さん、その煉獄さんは出てない。じゃあ、はい、今、あと何枚、あと何袋。え、まだめっちゃ持ってるよ。あと3、あと3袋。じゃあこの地点で、はい、この箱の状態にね、一回並べてみよう。はい、現時点、はい、こんな感じです。ほぼ揃ってます。すごい。で、あと狙うはねずこと伊黒です。じゃあ今から出たやつはダブったところ、こう置いていこうか。ダブった、OK。 はい、でわあ、出ない。はいはいはい、出ない。え、出ない。あれ、あとは2つ。え、あと1つ。え、コンプできない。ダブリ。あ、出た、出た、来た。じゃあ、あと1種類です。コン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 、あ、来たわ。これでしょ。イグロ、いや、フルコンプです。フルコンプできて当たり前だろみたいな感じはあったからね。やっぱりちょっとドキッとしたな。あれか、入ってるパターン一緒なのかな。かな、わかんないけど、うん、全部均等に入ってる感じだな。いや、僕はフルコンプできるかも。はかもだ。ポケモンカードバトル12日目ということで、今回12日目は特別回復チャンスを与えます。今日出た数は回復します。で、特別に2枚引いてもらいます。じゃあ、はい、この中で2枚選んでくれ。ゴリラ。じゃあ今日の出た数は回復するからね。はい、回復。さあ、どれだけ回復できるか。またが好きやん、これ。そうそう、めっちゃ出るな。ベストにいいよ。はい、太陽が出たのはこちらの10種類。はい、翼が出たのはこちらの10種類。やっぱりね、この辺りになってくると結構ダブリが出てくるね。太陽は690回復しました。次に翼、お、翼は750も回復しました。じゃあまた明日からはバトル頑張りましょう。バイバイ、バイバイ。